ウィンザーはカナダ・オンタリオ州南西部のエセックス郡にある都市。別名、バラの市とも呼ばれる。デトロイト川を挟んですぐ北側はアメリカ合衆国民主ン州デトロイト市に接する。時差はアトックマイナス語で東部標準時を採用している。気候は温暖で人口はおおよそ20万人。主な産業は加工組み立て、工業、観光、農業でカナダ国内でも 有数の自動車工業都市でもある。国境を越えアメリカが始終国からも多くの人が訪れる。地理的にはエセックス軍内にあるが、行政としてはエセックス軍から独立し、独自の行政権を持つ市である。1748年にフランスからの農民が定住し、モントリオール遺政で最後の欧州系移民定住地となった。当初はプチコットと名付けられ、 その後ら、コット・ドゥ・ミゼールと呼ばれた。ウィンザーでは、フランス文化からの名残として、フランス系の通りの名前に、その影響が多く見られる。フランス語系の人々も、ウィンザーやその周辺に大変多い。現在のウィンザーの街路名制度は、川に沿って、長く狭く土地利用する当時のフランスの農地、分割制度を反映している。アメリカ独立から、すぐの百九十四年。 後に、イギリス・バークシャーの街の中からとって、ウィンザーと改名されるサンドウィッチ定住地が開かれた。サンドウィッチは、ウィンザーの西側で、1855年に、エセックス軍裁判所として建てられた、マッケンジーハウスなどの古い建物の多い地域である。ウィンザーは、グランドトランク鉄道が開通した1854年に、村政施行され、1858年、 調整施行され、最終的に1892年に施政施行された。20世紀に入ってからは、周辺の街と合併し成長した。デトロイトとの間にある国境は、グリーンカードやパスポートを提示することで通過することができるが、1943年と1967年のデトロイト暴動の際、また2020年に2019新型コロナウイルスの 感染が拡大した際に閉鎖された歴史がある。ありがとうございます。